Oh!
Round one, fight!
Round one, fight!
Round one, fight!
い。
Thank you.
Fight!
あ。テス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 。あ。はい、間もなく、次の細道開始いたします。参加希望の方でまだ書かれてない方、エントリー用紙に、エントリーされてない方おりましたら、カウンターの方にエントリー用紙ございますので、その方に、使用キャラ2体と、お名前のご記入をよろしくお願いいたします。参加費は100円ですね。その参加費使ってイベントを行うので、まあ、うん、そうね。100円入れてください。色は50円2枚でお願いいたします。あ。あ。果てしない。
はい、こんばんは。皆さん、あ、ちょっと場内マイク大きいですね。下げてもらってよろしいですか。はい、2018年、9月14日、第91回の式の細道ですね。はい、で第1試合、もう組み合わせ決まっております。覇者ですね。今日覇者でいいんですか、名前。違います。じゃああれの3文字の方の名前を出しますね。 KKY さんですね。今日ゲストで来店していただいております。遠征ですよね。はい、で で第1試合が KKY さんとハクさん。あれ、 1P2P のじゃんけんは決まってる感じですかね。まだですかね。はい、そろそろ時間も21時ということで、式の細道を始めたいと思います。
すいません、ちょっとのじ合いばっかりしてて全く見てなかったですですけども、はい、ですけどもどうも、はい、1P 側が KKY さん、 2P 側が、2P 側がハックンですね。ハックン、お、S ホープ、KKY さんがバイソン。さあ、第1試合開始ということで、お互い玉なしのね、玉なし同士の戦いですけど、さあ、どうなんだ。さあ、どうでしょう。さあ、1ラウンド目は警戒さんのバイソン。さあ、2ラウンド目、オワオワと起き上がり、オワと重ねていく。ちょっと遅めに当ててるんですかね、がっつり重ねてるんですかね。こんばんは。こんばんは、どうも。あ、はじめまして。あ、はじめまして、ウネガエルと申します。ウネガエルさん、さあ、はじめましてじゃないでしょ。あ、違いましたね。お会いしたことありますか。申し訳ない。で、ヘッドですね。お見知りを、ヘッド、普通に、すいません、すいません、記憶がちょっと飛んでまして。さあ、勝ったのは、はい、勝ったのはケーキ屋さんですね、バイソン側の。これコメントをこれ見える。あ、コメント、こんばんは。あ、X ゲーマーズさんですね。ここね、あ、ここで見れる。いや、ごめんなさい、今見れないですね。はい、2ラウンド目、あ、ごめんなさい、2試合目、ゼロテープさんのザンギですね。ザンギバイソンというね、高カード、高カード。さあ、さあ、さあ、どうでしょう、どうでしょう。ちょっと画面お願いします。はい。さあ、ザンギ、このバイソンの突進を止めれるかどうか。さあ、止めたぞ。お、止めた。しかし、この円台パンがかなり減る。さあ、ニョギットニョイボーガー、ニョギットニョイボーガー刺さりますが、かかし、こけた。ここでこけた。これは痛い、怖いぞ。もう1回のダメージは食らえないといった感じですが、スパイコンバー、お、削り切った。しっかり削り切りました。あれね、残っちゃうとスクリュー確定になっちゃうんでね。ちょっとスクリュー立てになりますね、確かに。はい、いきなりニョイボーですね。いや、ニョイボーです。ニョギットニョギットきますね。ニョギットきます。さあ、さあ、ただしまだ練り込んでいく。うわうわ、ニョキッと。このグランドがまたきつい。そうですね、ガードするしかないですからね、まだね。ガードするしかないですよ。さあ、ニョキッとに当てた。しかし、クレジー揉んだ。切っていく。渋いですね、今の。そうですね、はそうですね、青沢さんみたいな動きですね。確かに。ああ、あっと、しかしニョキッとニョイボー、ニョイボー強い。KKYさんのバイソンが2勝と。あ、あ、次。さあ、山本選手、ここですごいプレッシャーがありました。いや、すごいプレッシャーですが、やっぱり覇者のレバーが一回回らなかったです。レバーが一回回らなかった。回らなかった、これは痛いですね。さあ、先ほどマイク聞いていただいた山本さんのチュンリーですね。おっと、これは早速死の香りがする。うわうわ、おっと、あー、遠いところからでも当たっちゃうんですね、あんなに。この間、はい、バイソン戦ちょっと練習的なことをしたんですが、はい、ちょっと相手がですね、はい、ここまでの実力者じゃなかった。百列相手のせいですか。そうですね、百列でバリアさえ張ってればなんとかなる相手と戦ってたんですが、あー。相手がそこまででもなかった。そこまでもなかった。なるほど。お、これはいい、美味しい感じで球をつけていきましたが、さあ、画面端、あー、上から飛ばれてゴチゴチとやられてのこの空中殺法、激しい。さあ、掴み損ねたが体力は大幅リード。ターンパンチガードもできない。これは厳しいですね。ターンパンチはやっぱりその見てからなんかいろいろやりたいところですよね、やっぱり。いやー、バイソンだったらなんかやったはずなんですけど全く思い出せなくてですね。
何やったんだっけ俺。まあまあガードじゃないですか。まあまあまあそうっすね。とりあえず何知らない選択肢。バイソンチュンリーゼなんかやった記憶があるんですけど何をやったかが思い出せない。さあ続きまして、100で作ってました。本当ですか。次はしてエクスパーさん。エクスパーさん、そうですね、竜ですね、エクスパーさん。この竜はもう見てて飽きないですね、本当に。そうですね、バイソンでも勝てちゃうんじゃないかっていうね。勝てますよ。そうですね、この竜はあのソンジェソプラの竜とは全くの大違いです。スタッパクレイジー出る。さあこのキャンセルクレイジーの前ではさすがに。そうですね、波動打っちゃうとそうなっちゃう、ね、そうなっちゃいます、しょうがないです。いくらエクスパーさんの竜と言えてもね。そうですね、これは食らっちゃいますね。今マイク2人いると楽ですね。一人よりはるかに楽ですね。いやいや、まあそうでしょうね。さあゴチゴチ行って、お、行かない、埋め込まない。この竜何かしてくるんじゃないかと。そうですね、まあとりあえず様子見といったところ。おっと、後ろ方怪しい。クレイジーをジャンプで受けた。中盤波動でシンクかわしましたね。止めた。波動2発、2発止めました。おお、アッパー、エクスパーアッパーが探りしましたね。探りしましたね。あれは出るの早いですからね。早いですよ。ボタンでエクスパーさんもリスティさんも通常技対空の反応の恐ろしさは半端ないです。そうですね、的確ですからね。的確です、絶対アーム出します。さあ、さあ竜巻、大竜巻。表から。しかしゲージが両者あるので気をつけてもらいたい。そうですね、真空波動拳いい感じに。あーっと、これは真空打たない。とりあえず、あー、しかし何かが出ていた。中距離のバイソンは本当に近づけないんですよ。そうですね、怖いですね、早すぎますからね。何よりあの芋掘り。そうですね、あれ潰されますからね。あれ打ち OK で出してますしね、相手は。あれもう本当にきついっすよ。肉屋さんのバイソンが勝利で、はい、続いて千本さん。千本さんのベガです。千本ベガ、ベガバイソンですよ。あー、伝統の、これも伝統ですよね、ベガバイソン。あの式では確かによく見る、よく見る光景ですよね。よく見ますね、これね。そしてベガ使いの方はバイソンも使うとか、バイソン使いの方はベガを使うとか。そうなんですよ、よくある、ね、あの感じですよね。ベガのサブでバイソン、バイソンのサブでベガ使ってる。そうなんですね、川崎さんもそうですね、なるほど、ね、なるほど。似た者同士なんですよね、やっぱお互いためキャラで突進で弾もなく、弾もなく、いいキャラなんでしょうね。いいキャラでしょうね。投げていく。さあ投げていく。今完全にガードしてしまった。面白い試合になってきたぞ。イオリから投げていった。さあラウンド3です。これはおっと、おっと、今ホバーとグランドが相打ち。ホバーとグランドが相打ちしました。さあ見てください、この体力の減り恐ろしいですね。恐ろしいですね。まだ時間そんな経ってないですよ、まだ70秒台なのに。恐ろしい。あっと後ろから、これは見えない。さあ、KK屋さん勝利で。そうですね、KK屋さんこれ大丈夫ですか。バイソンで勝っちゃうとメインキャラ出せなくないですか。大丈夫ですか。そんなルールあるんですか。卒業しちゃうとちょっとまずいっすよ。はい、続いて、モツさんですね、ブランカ。モツさんのブランカはちょっとバイソンとやってるかどうかわからないんですが、はい、そもそもブランカとバイソンって僕見たことないんで何とも言えないんですけど、なぜ見たことないかというと、多分ブランカがそれほど有利ではない形で、あ、まあキャラバランス的にも美味しくない組み合わせなんでしょうね、はいはい、そうですね、あまりやりたがる人がないんで。確かにそうです。おっと、今ボッタッチしていたところにクレイジーが入ってしまった。入っちゃいましたね。しかし削り入れしない体力でしたね。そうですね。あ、確定ですかね。あれ確定だった。なるほど。ちゃんと見ない。前足戻り。前足の戻りに入った。なるほど。しかしバイソンも捕まってしまうと。そうですね。起き上がるのが遅い。髪がうざいですからね、やっぱりね。バイソン。うまい。これはバイソン、このバイソン硬いぞ。ごちゃった時にどんだけ電撃を仕込めるかっていうところも多分出てくるんでしょうね。わかんないですけど、
はい、ゲームサウンド、マイクサウンド、あそういうことね、ゲームサウンドが大きいですよと、でマイクサウンドがちっちゃい、Thank you。 エクスギガマズ Thank you。 サウンドで、ケーキ屋さん勝利、やっぱりそうですね、バイソンがあれですね、バイソンブランカきついっすね、さあ続きまして、はい、サウンドオッケーかな、続いて友田さん、さんバイソンのバイソン、バイソンバイソンってボクシングですよ、そうですね、これボクシングなんですけど、はい、すごいあのごちごち しまくりな試合になるんですよ ね、ヘッドバットですね、ボクシングではそうですね、1P 側青色があれですね、 KK 屋さんで 2P 側の黄色が友田さん、ブルーバイソン is KK バイ、ブルーバイソン is KK バイそうそう、イエローバイソン is 友田ペガ、そうですね、そういった形で、ああ今のはケーキ屋さんが叫んでいたが、かなり安い、事故には至らず、すごいっすよね、今バファローしてもガードしましたよ、そうっすね、割れてますね、割れてます、あっと、わーっと痛いの食らってしまった、グランドグランド、おヘッドが飛んでいく、迫ってきた、 KKY ヘッドが飛んでいった、飛んでいきました、さあ続いて、あれケーキ屋さん勝利で、続いてウネさんですよ、はい頑張ります、お願いします、あれウネさんは選ぶキャラは何でしょう、ガイル、お、いきなりメインキャラいった、ぶつけていった、さあ飛ばれている、ソニックを飛ばれている、グランドがヒットしてしまった、これで一気に体力差がついたか、頑張ってソニックを打ちたいところが短波が入ってしまう、頑張ってソニックで、あれですね、近づけないようにしてもらいたいところ、おっと開幕飛びからのサマー、飛びが多いとね、やっぱりねサマーで落とせますからね、ソバットソバット、おっと短波はガードしたが、その後のヘッドを食らってしまう、そしてゴチゴチ、さあ足を出すのを待っていた、がっちりクレイジー、はい続いてロードさん、いや参っちゃったな、そうですね KKY バイソン強いですね、これまずいですね KKY バイソンね、8連勝、なるほど8連勝でございます、メインキャラを出すチャンスがなくなりますね、さあ続きましてロードさんの S 剣です、なんか久しぶりに見ましたね、なんか S 剣、そうですね、ロードさん、しかしこの組み合わせはバイソンが有利との噂、膝がないからですかね、多分膝もないですしね、しかししかし完全無敵の勝利はありますからね、ありますけど、そのやっぱり波動拳をなんかそのバッファローでやった後に台足で動かせる距離を、割れたがお釣りはなし、台足で蹴れる距離で波動拳が打てるって強いですよね、台足で蹴れる距離で波動拳、はい、バッファローで飛んでくるんで、なるほどなるほど、はい、その時に台足で蹴れる距離でやったら、なるほど、どんどん画面足にいけるんじゃないの、しかしバッファロー弱中強の見切り難しいですよね、バッファローヘッドですね、あ難しいっすね、うん、しかしいい感じに、ダメージ的にはいい勝負なんじゃないでしょうかね、そうさあ竜巻で裏に行って、裏に行ってタメを解除してるのかな、あっとこけてしまった、こけてしまった、これは厳しい、おっと裏落ちたが、やはりイモホリ、あそっから何か始まるかと思ったんですけど、やっぱきついっすね、 KKI バイソン勝利へ9連勝、そっか S 剣つらいのか、なるほど来ましたよ、お KKI さん、バイソンに対しての、はい、川島さんの、残機です、さあ、あ、キャラ間違いでしたね、はい、キャラ間違いだったんで一旦残機死んでもらいます、 DJ 残機ですねなるほどそうですね、メインキャラエントリーしてないみたいですね、確かに、川島さんそろそろ試合が近いんでね、あ、試合が確かにあの、海外出張、そうですね、そうそう、海外出張ありますからね、ありますからね、すごいですね、スト2で海外出張ですよ、すごいですね、オファーされたみたいで、いいな
いいですか。あ、じゃあうねさんもいや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 、あのお金がないんで。ああ、そうですよね。はい、さあ DJ バイソンですね。お、スライディングが入る。川島さんの DJ、 ただいま KKY さんのバイソンが9連勝中ですが、これ止めたいところですが、かなりこれきついぞ。画面端厳しいのか。さあマシンガン、おっとおっと、ジャックで切っていく。投げる、もう一回投げようとしたのか今。しかしレンジで削り切った。あれね、耐えればね、お釣りあったんですけどね。きついですね。さあいきなりジャックでお釣り入るんですよ、クレイジーに。いた、はい、おっと、これは美味しいぞ。うまい、拾っていく、しっかり拾っていくが、ここからバイソンのラッシュが始まって、おっと差し返した。しかし拾って、おっと、とどめさせた。拾い切りましたね。カーニバルで打ってきた。打ってきました。ナイス対空です。あそこからの差し返し、ミスらないところがさすが川島さん。そうですね、やっぱ何使っても要所要点抑えてますよね。抑えてますね。スト2力はかなり高い。そうですね。さあ、あの肘強いぞ。肘何でも潰しますからね。やばいっすよ。そしてエアスランにも見た目が似ているみたいな。似てますね、似てますね。おっと、なんとかナイスガード。投げていく。さあ出方を伺っているバイソンが前に進んでいく。投げていく。おっと、ここで KKY バイソン連勝ストップ。ガンガン攻めますね DJ。 マシメ DJ 勝利。続いてハテゴンさん。川島さんの DJ すごい固めますね、やっぱり。そうですね、そうですね。さあ来ました、破天荒さんの X 流。 X 流、さあ流 DJ はまあ流が有利の組み合わせらしいんですけど、破天荒分かんないですよね、ここは。まあてか、まあお互いこけたら死ぬかな。開きはないですからね、そんなにね。いい勝負ですよね。いい、さあ昇竜拳。おっと、 DJ に飛んでいく。破天荒ぶりを見せてます、うん、そうですね。しかし破天荒さん、前飛び出足がすごい上手いんですよ。そうですね、はい、体空が出ない前で蹴りを出せますよね。そうですね。それと早めに反応してしまった体空技を潰す超早めの台足とか。そうですね、すごい出してくる。空中でってことで、はい。さあ抜けていくが2発。さあ時間がそろそろだが、どうする、打ち合うか。さあどっちだ、ドロー。これはドローゲームです。なるほど、これで1ラウンド伸びた感じ。うまい、勝利で落としていく。ジャック後ろへ回って投げた。さあ球の打ち合い、勝利拳出る。うわっと、大ゴス、大ゴス重ね。昇竜拳、おっ、だいぶ昇竜を生かしている。後ろから奪い投げ、しっかり拾っていきましたね。そうですね。さあラウンド、さあ3ラウンド目ですね。これ3ラウンド目が、はい、そうですね。1ラウンド目がドローで、2ラウンド目破天荒さんが取りました。ああ、なるほどなるほど。3ラウンド目、まあ、この球の打ち合い、打ち合いになるとやはり竜有利かってところですね。そうですね、でも昇竜拳きついなっていう。ちょっと波動相手にね、打ち合って勝てる玉キャラっていないですからね、あんまりね。いないですね。あーっと、おっと、真空を飛んでいく。しかしリバサ昇竜、中ゴス立ちぐらい、中ゴス立ちぐらい、やばいぞこれ。しかし前は上がりませんよ。これはどっちでも死ねる距離。熱い、あー、おっと、しゃがみ中継対空。破天荒さんが前飛びしてしまいましたね。前飛びに対して冷静に合わせていく。あそこの距離だとちょっと、まあ結構飛ぶのはリスキーな場所でしたので。そうですね、まあ、しょうがないですね。さあ画面端がきついぞ。投げていく、お、しかし、すかしね、投げていく、投げましたけど、投げましたけど、この体力差はかなり。勝利割っていく、ダイゴス、ダイアシ、あるのか、あるのか、あるのかって言うと危ないですね。
しかしやっぱりやはり波動の手先を蹴られてしまう。やはりこの体力リードを取り返すっていうのが、そうですね、なかなか後半になるとだいぶね、あれですね、焦りも出ちゃいますからね。出ちゃいます。で、カーシム DJ 勝利で、続いて瀬尾さんですね。瀬尾さんの1キャラ目は何でしょうか。ガイル。瀬尾ガイル、なるほど。 DJ ガイルですよ。 DJ ガイル、すごいこれ面白い、ね、レイトナ式聖地のね、 DJ ガイル。そうですよ、レイトナ式といったらやっぱりあの小高商店さんと伊藤さんのね、 DJ ガイルですよね。 DJ ガイル、獣道、やった場所ですからね。そうですよね。しかし、ガイルが画面端はかなりこれきついですよ。はい、あー、サマー虚しく、まずは1本目。これあれですよね、はい、多分そんなにキャラ差ないはずなんですよね。あ、キャラ差はそうですね、多分ないと思います。あとはもう、あとは皆さんの努力次第っていう組み合わせですよね。かなりその駆け引きがすごいあるんですよ、はいはい、この中距離の。なるほど。で、ガエルはなんかなんかユーズルさんに聞いたんですけど、はいはい、なんかあの結構動き回りながら球を打っていった方がいい、はい、あ、はいはい、ガエル側は。そう、活かせますよね、ガエルとしてはね。そうですね、得意の感じですよね。しかしこの DJ の体力差かなり厳しい。これは厳しいですね。これだけ体力差がついてしまうと。そうですね、簡単にはなかなか一方勝ちってことはね、ないんで。おっと、今ガードが間に合わなかったのか。さあラウンド3、お互い1本ずつ取った形で、おっと、あそこサマー、サマーじゃねえわ、ソニック踏まないですね、あれね。やはりですね、すごいすごい方々ばっかりですからね。この DJ のジャンプの軌道がいやらしいんだな、すごい。おまいと、バックジャンプでスパコン飛びましたよ。そうですね、ソバットカーニバル止まりましたね。さあ DJ 苦しい、いやこれは気まずい、サマー飛んでしまった。勝ったのはセオガエル。セオガエル勝利。馬のはかなり美しい試合展開でしたね。そうですね、 DJ 戦やってますね。やってるのかな。やってますね、今の。あ、やってますよ、これやってる感じですか。さあ続いて、デンさん。デンさんはベガ。ベガです。デンさんもベガバイソン使う方ですよね。そうですね、やっぱベガルとバイソン使ってる人多いですね。はい、このガエルベガもかなりそのなんと言いますか、まあ焦げたら死ぬか、お互いに、まあお互いにそうめくりからって。うまい。おっと、サイコの後ろからサマー行っていく。サマー、そのサイコ切り返しにサマーで切り返すってなんかすごい、はいはい、僕まだできないんですよあれ。なるほど、すごいね。ホバーも切っていきましたね。ホバーをサマーで切る、なかなかやばいですよ今のは。裏剣がうまい。いいですね、ちゃんと前に出てますね。さあ足がどんどん足でだいぶ攻めていくが、さあ今のこれは痛いぞ。カニが迫っている。とやはり足に引っかかってしまう。あれ球より速いんで、あの足。なるほど、ソニック出さない方がいいってことですね、はい、そうですね、まあ中足で勝った方がいいんじゃないでしょうか。これは気まずいですよ。気まずいやつだこれ。気まずいやつです。さあサマーできるけど、そう、あんまり置き攻めがないんですよ。おっ、裏回りと投げられてしまう。投げ、暗い投げ。おっと、垂直ジャンプで誘った。サマーが当たるぞ。サマーが、しかし攻めます。あー、サマーで切っていく。うわー、最後はダイヤ足払い。なんだ、まさかの下、上ではなかった。いや、この今のガイルがちょっと今 やばいですよ。今のやばい、今のはちょっとね、すごい動きでしたね。やばいっすねこれね。あれかなりガイルらしからぬ、かなり攻めのやつでした。ハクさんの竜、ハクさん竜、ハクさん、なんと竜です。最近いろんなキャラ使ってますね、ハクさん。今までなんと言いますか、逆かぶせ大好き人間なので彼は。あ、はい、ジャックキャラなんですけれども、はい、ジャックキャラ大好きなんですけれども、今回は竜っていうね、竜に対して、あ、ガイルに対して竜というね、はい、オーソドックスなキャラ噛み合いましたね。おっと、昇竜使ってしまった。
これは苦しい。さあ真空打って、あーっと、いやしかしまだある。あー飛んでしまった。飛ぶと落とされる。飛ぶと相打ちですからね。そうですね、この相打ちってのがすごい楽しいんですよ、竜ヶ入戦相打ちを考えるのが。なるほど、はい、そういうのを考えて、なんかそのダメージどうやって取っていこうかなっていうね、この前なら相打ち取れるかなみたいな、そういうのを考えるのがすごい楽しいです。さあリフトが、リフトでどんどん落ちていくぞ。すごいぞこのガイル、かなり攻めていくが、真空が噛み合ってる。ここから大事に行きたいところ。あっ、おっと美しい。サーマンを着地ガード、間に合った。間に合いましたね。ほぼ間に合いましたね。ほぼ間に合いましたねほぼ、ただほぼ言いたい勢が山本さんですが、そうですね、龍頑張って入れないと。ナイス竜巻、次大変なことになっちゃいますからね。わっ、この台、今の台足いいですね。いい台足。やっぱりハックさんはやっぱすごいプレーが丁寧なので、はい、コマンド精度高いですよね。高いですよ。うわ、うまい、投げる、ナイスガード。あーっ、あー、うまい、逃げる。まだある、まだある、まだあるが、あー、踏んでしまった。それはダメだ、惜しいですね。さあ続いてセロテフさん、セオガイル処理。ハクさんの竜いいですね。いいですね、なかなかいい動き、なかなかハク君の竜いい感じじゃない、じゃない、じゃな、なんじゃいい感じじゃないかみたいな、あ、見たことないんで。さあ続きまして、セロさんのザンギです。ザンギですね、得意のガイル戦、得意、お得意です、お得意さんですね。はい、かなりガイ、よく四季の細道ではガイルと当たりますよね。やっぱりそうですね。これは痛い、痛いが、しかしね、セロテフさんもやっぱりね、長くやってる方なんで、はい、要点はかなり抑えてるんですよね。確かに、そうですね、やっぱ長くやんないとダメですよ、やっぱり。いやいや、ただ長くやってるだけではダメだと思うんですけど今、うなずきそうになっちゃったんですよ。ちゃんと覚えることは覚えていこうってことですね。そうですね、うん、関係ないですね、うん、僕ちょっとそれ、得意じゃないんで。なんだ、今のサマーはかなりめんどくさいですね。ガードしかないですからね。これはかなり気まずい。やばいぞこれは。瀬尾さんのそのマーアイドルがかなりいやらしいので。そうっすね、これはザンギも近づこうにも近づけないっすね。画面端だが、どうする。いやー、やっぱりこの中足の前ではね、ダブラリに対して中足、中足の前ではさすがにザンギも瀬尾ガイル勝利、きついっす ね。あ、山本さん、さあ瀬尾さんのガイルがただいま何連勝中でしょうか。これ今4勝ったと思いますね。4連勝中です。さあ続きまして、山本さんのチュンリーですね。しかし瀬尾さん、チュンリーもやっぱりそのかなり、まあ、チュンリーメインなんで、やっぱすごい小高さんとこのカードやってるんで、ガエルの動きも相当分かってると思うんですよ。おっ、すごいヘリだ、ダメージ、うまい。山本選手かなりいい動き投げた、ディレイに打ち勝ったぞ今。なあ、しかし今の瀬尾さんのガエルやばかったですよ、ディレイに打ち勝ちましたよ。おスローモーションでもしっかりつなげていきました。なるほど、お風呂場の足が滑りそうなタイルの上でも、はい、安定したプレーができると。さあ土俵際かなり苦しいぞ。さあ女性を土俵から追い出せるのか。追い出している。チュンリー画面足きついですよこれ。さあサマーじゃねえ、ソニックは、はい、とりあえず空振りましたが打っていく。さあ使わせた感じか。痛いぞー。勝ったのは瀬尾さんのガイル、これで5連勝。あ、山本さん、はい、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。削り死にましたね。削り死にましたね。2回とも。はい。中足、大足 やれば勝ちだったらし勝ちです。なるほど、足技です。足技、まあ勝ち確逃してますからね。いろんなところで僕はね。これは反省点ですね。そうですね。さあ続きましてエクスパーさんの竜、はい、エクスパーさんの竜、また竜返りですね。竜返りですね。しかしこれはもうハク君の竜とはもう完全に相反してまた違った領域の X 竜なので、竜はいろんなタイプいますからね。いますね。しかし、まあ、その中を群を抜いてますね、エクスパーさん。このオレンジ色の道着はかなり使う人を、ね、なんか魔の領域へ。おっと、真空当てていく。この画面の固めはかなり美味しい。しかし体力的にはガイルは、おっと、竜巻当てていく。まくられてしまいましたね。ハードゲンダブ様誘った。いややっぱね、ああいうダブ様誘ってるとこ見ちゃうとちょっとあれですよね。どういうことですか。どう思いますか。いやいやいや、ちゃんと相手を動かすことできるんじゃないかな。そうですね、うん、なんかうっかりね、もらっちゃいそうだから出してるわけで、はい、相手を見てますね、うん、相手も食らうと思って出してるわけですよね、多分ね。そうですよ。おっと、ニーバズーカタイク、渋いですね。おっと、エクスパーパーガンガン前に歩っている。小竜巻だとすごいサマーとかリフトでやるのめんどく、かなり難しいんで、なるほど、ニーバズーカの方が安定して取れるよねっていう。安定して落とせる、はい、そういうことかなりテクイっす。テクイ、かなりテクイ。さあ、しっかり中盤サマー決めていって、それを知ってるのか、弱達を対応している。踏ませていく、着実にダメージを取っていってますよ。そうですね、竜のダメージがガンガン減っていってますね。アゼチュウがかなりさえ渡ってソニックでフィニッシュ。いやいや、セオチュウですよ。えセオチュウ、アゼチュウってその場でなんか移動しない中足っていう。あれ、アゼさんじゃなくてもアゼチュウなんですか。で、僕よく使われますよ。そうです。アゼチュウ、じゃあ、ウネさんがアゼチュウ使ってますみたいな感じです、はい、あー、なるほどなるほど。続いて、セオガエル勝利で、続いてセンボさんのフォークですね。センボさんのフォーク、今日はホンダがいないため、ホンダステージ固定になってる。あれ。これはキャラによってはかなり美味しいですね。そうですね。さあ、フォーク、フォークガエル、これフォークすごいきついですよ。前に進めないんですよ、ガエルの。その技が揃いすぎて。なるほど、はい。一回ダブ様で切っていく。やっぱり焦がしてはめないと、はい、絶対勝てないです。なるほど、はい、それしかないんじゃないですか。その一回にかけるしかないんですよね、はい、例えばこういう形ですよね。そうですね。さあ、美味しい舞サマーが出ちゃっている。おっと、おっと、仕切り直しましたね。あーっと、リバーサルサマー、リバーサマー、めくりはなんとか重なってないが、さあ、いった、いった、あれ、まだ残っている。最後はちょっと我慢できた感じですね。山本さん、なんか僕を見ながら喋ってますね、なんか。いやいや、まあ、二人のね。あ、珍しく。山本さんは筐体を見てる。いや、一応僕、リアルな画面を見てる。リアルな画面を見てる。ちょっとモニターの方だと見づらいんですよ、僕。あ、そうなんですか。おっと、これは美味しい。美味しいが遠い。さあ、だいぶ体力差がついてしまった。どうする、ここからドンピシャレ一方勝ち。いやー、厳しいな。おっと、中賀一背負返り勝利。続いて、おっ、続きまして、ここで流れを変えれるか。続いて、モツさんですね。モツさん、大丈夫ですか、見えてますか、G。 ちょっと僕白く悪いんですよ。白く悪い、はい、そのあれじゃないですか、あれをしてるからじゃないですか。まあ、サングラスしてるってのもまあありますね。室内でサングラスしてるから見えないんじゃないですか。真っ黒ですよ。よくないですよ。さあ、モツさんのブランカ。さあ、これブランカガエルすごい難しいんですよ、これ。そうですね、お互いにね、お互いにだいぶ難しい、お互い難しいんですよ。
ただガイルはすごいやることが多いんで、もうブランカーもひたすらソニックに対して飛ぶかスライディングかですからね。あとカミカミ、カミカミ強い。ソニックに対してはカミカミいきなりいけないじゃないですか。あ、ソニックに対してはまあガードとかまあ雑巾掛けとか。そうですよね、はい、まず飛ぶかスライディングかどっちかを仕掛けてからカミカミ、うん、ブランカーはでもどっちせどのキャラに対してもカミカミしかないですからね。そうですね、それ以外がないんで、かなり上級者向けのキャラなんですけど。そうっすね。うわー、ステップにサマー、ステップに対して 前ステップに対してサマーを合わせていく。すごい反応だ。ブランカは基本的に武器は紙だけですだと僕は思ってるんですけど。紙、まあそうですね、めくりね、めくり、めくりの、めくりのコンボ、ね、かなり強いですし。おっと投げていく。おっと、またサマーきっちりサマーで切っていく。おっと、電撃、前ステップ電撃。今の固めはかなり美しい。中パンか弱パン入ってましたね今ね。この前難しいぞ。おお、裏に回った。サマーを読んでいた。おっと、続いて、セロさんクレジットお願いします。モツブランカ勝利で、はい、逆ですよセロさん。マグネット何連勝しました。瀬尾さん7連勝すごいですね。ガエル7連勝ストップ。ガエルで7連勝。さあ続きまして、嫌な予感と言って入っていった友田さんがベガですね、はい、そうベガブランカ、ベガブラン、これもベガかなり厳しい。これはすごいですよはずおっと、おっと、サイコ合わせていく。あそこサイコ、あれすごい、なんか今 D ベガみたいないやいや、ハイパーじゃないですからねハイパーじゃない。おっと、電撃、電撃を重ねていった。はい、ごめんなさいって感じで。そうですよね、はい、頭突きがね。しかし冷静にガードしていきますね。ダブルに食らってしまう。あ、ピョッタ、なるほど、やりますね俺。確かに、ホンダがいないので一緒。さあ、2本目。ホンダステージなんですよね、これ。やはりこの一緒ホンダステージ。おっ、裏回って噛んでいく。この、野生人の動き、尋常じゃないぞ。あっ、危ないと。ピオリーチになってしまったが。ピオリーチになってしまったが。ま、逃げ切れた。逃げ切れました。ナイス、雑巾掛け。ストレートに神に行ってしまった。あれ食らうの。ナイトメアで脱出成功と。あれ食らうっすね。さあ、友田ベガ勝利で。続いて、はい、ユネさんですね。さあ、ユネさんはガイル。なるほど、 S ガイルではない同キャラ OK なルールなんでね。同キャラ OK なルールですが、ユネさんのガイル。お、振り向きソニック、うまいですね。やっぱりホンダいないからホンダステージ固定ですよね。一生ですね、これね。一生続いてしまう。はい、なるほど。どうしてもやりたくない場合は、あ、キャラ間違えましたっつって、まずホンダ選んで。ホンダ選ぶ。ホンダ殺してくださいって言って。そうですね。はい。それはありですからね。おっと、遅いと対応キャラが若干有利になる感じ。ウネさんのガイルが反応できている。そうですね、いい動きしてますね。おっと、投げる。今のホバーはなかなかのものですよ。ソバット、ソバット大好きウネガイル。あーっと、ピヨってしまう。噂で何かが出ていた。ソニックじゃないですかね。そうですね、サーマーじゃないですね。さあ3ラウンド目。ウネさんね、やっぱダブサマーがね。サマー踏んで受け身なし、精度高いですからね。お、ジャックパンで止めていく。さあ、めくりが、めくりガード、ナイスガードですね。おっと、なんだ今の。あれ勇気いるんですよね。落とし損なってスカルダイバーもらうと立ち台ゲル大体ピヨるんで。さあ
裏剣を入れていく。食い込んだ、投げる。さあ、うねが止めた。うねがいる、処理。続いて、ロードさん。続いて、うねがいる勝利で、続いて S 剣、ロードさん。これはいい勝負なのか。剣ガイル、これは波動と操作されると裏剣が漏れなくついてくるみたいな前があるはず。そうですね。さあ、ソニックと波動、ソニックと波動、ソニック波動、はい、ソニック波動。はい、菊谷さん、ありがとうございます。波動とソニック、おっと、波動踏んでいる。お、ウネガエルが押されているぞ。さあ、時間をゆっくり見てる感じ。しかし、ロードエス剣も踏んでしまう。時間が昇竜剣、ちょっと強引にいったところ。いや、もう最後何やってもいい感じですね。あの体力減らせないんで。そうですね。さあ、じっくりいっている。最初にダメージを打ったのはウネガイルの方。さあ、こうなると打ち返しの波動拳もちょっと気を使わないといけない感じ。そうですね。ガイル側は無駄なことをせずに、さあ、消せる球は消して、ダメそうな球はガードしている。さあ、歩いて無理やりダメージを打った。さあ、今度は時間を使っていくのはウネガイルの方だが、無理やり投げた。サマーが使っている。さあ、お互いなんかよくわかんない。なぜか勝っているロードさんの方が下がってしまった。さあ、体力ゲージを見間違えたか。ゴミが入った。ちょっと遠いか、裏剣が届かない。いい気持ちで保っている。きついぞこれは。避けるだけでも難しい。今の距離は多分咎めにくい距離ですね。なるほど、ちょっと遠いってことですね。そうですね。台形の先端を潰すのは、さあ、昇竜拳、昇竜拳で落としていく。きちんと避けている。さあ、裏回り触ってしまった。あーっと、及ばず。ロードエス剣勝利。ちょっと最後強引に投げいきました ね。あれ多分透かして着地をどうこうしようとしたら足に引っかかってしまった感じですね。そうですね。はい、続いて KKY さん。お、選んだのはダルシム、やはりメインキャラ。ダルシムエス剣は多分これダルシム有利なんだよ。これダルシム有利じゃないですかね。わかんないですけど、そんな気がしますよね。まあ、キャラもそうですけど、やっぱり KKY さんのダルシムですからね。そうですよね。もう恐ろしいったらあれしないですよ。前の大会でもね、 You needed some good bugs. Oh, thank you. Thank you. ね、これ直接拾えます、ここ。あー、スマホでね。はい、ああ、ありがとうございます。その画面、これがあって、あの画面ちょっともやけてて見にくいんですよ。あ、確かに。と、まあ、まず KKY さんが1本取っていく、1本と言っていった話。やはり対応型でいい感じですからね、ダルシムの方が。そうですね。しかし S 剣もかなりまあ、書類でよく手をすくったりとかしてるのよく見ますからね、 S 剣ダルシムよくしますペコさんのダルシム戦とか見てるとかなり救います。あれはもう完全にあれですよね読まれてる感じですよね。
手出します。いやー厳しい。しかし KKY 男子も勝利。やっぱりこのホンダステージってのがね、またね対空しやすいというか、そうですね、男子の側としては通常対空が多いですからね。はい、都市系のキャラだとかなりきついんじゃないですか、ホンダステージ。そうですね、もう見えちゃうから、うん。さあ、KKY 男子に入っていくのは破天荒さんの竜。はい、破天荒さんしっかり 1P カラーと 2P カラー、あ、2クレか、ワンクレカラー、ツークレカラーと変えてますね。お、やっぱりすごいですね。はい、1回目は黒い竜でしたが、2回目では灰色になってます。シャン。なるほど、はい、気持ちを切り替えて。中国いいですね、いいですよ。ロケッティア、わっとかわした。すらおっとヘッドバット。しかしいい感じでそのダメージを奪っていってます、ね、いいとこまで行きましたね今ね。はい、やっぱ中ゴスが強いですね着地がガードしちゃいますからね、中ゴス。はい、破天荒さんのその着地中ゴスがすごい上手いんで、はいはい、そうですね、はい、あれやられたらかなりがっくりしますね。さあドリルが刺さってかなり離されてしまった。これは厳しいぞ。あっと落とされた。ウェンズカワシム VSKKY、 あれないんじゃないですか。カワシム VSKKY はないですね今日。ノーマッチですよ多分。ああ破天荒選手。しかしさあ続きましてカワシムさんのザンギエフ、ダルシム勝利で KKY ダルシムに対してカワシムザンギが入っていく。はい、今の中ゴスは活かせる。あー確かに竜ダルシム戦だとかなり使える、ね、あの技なんじゃないでしょうか。さあカワシムザンギもそのかなりラッシュ力が半端ないんで、そうですね、そのラッシュ力活かしてこのダルシムをねはめ殺してこともできるのではないかと思われるのですが、これかなりなかなか近づけない、近づけないよな俺。あっつこれ厳しい。まずは一回掴みたいところ、まずは近づいて掴みたいところ。近づきたいっすね。全く近づけない。これは難しいぞ。ザンギ側の展開に持っていけないっすね、なかなかね。持っていけないっすね。おっさあ土俵際画面端来ましたが、まず離れてしまったが、まあ画面端までなんとか距離を詰められたのはまあいい感じですが、ただ離されてますねこれね。いや仕切り直されてますね、だいぶ前に。あー投げインフェルノいかなかった。 2P 側のため KKY さんインフェルノいかなかったんでしょうかね。どうやらセロテープさん曰くクレバーな選択だと。クレバーな選択、はい、難しい言葉ですね。難しいですね、横文字僕は分かんないんですよ。そうですねまあまあ投げて死ぬ体力だったから良かったってことですね。そうですね、結果ね。カワギエフ is a beast。 確かにビーストですねそうですね、間違いない。獣、獣、間違いないです。僕のガエルもよくられます、の試合とかで。さあ続きまして、デンさん、デンさんのバイソン、バイソンダルシムもこれ本当にバイソンきついんですよこれ、マジでこれもう本当にその糸を通すような試合なんですよバイソン側にとっては。なるほど、はい。ただまあダルシムはそのダメージを取り返すのが非常に難しいんで。そうですね、コンボとかがあんまりないんで。はい、うわっと、さあ来たぞ、来た、画面端オワオワだ、オワ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 、さすら、おっとヘッドで切っていく、まずいぞこれは。テレポで逃げたが裏からニョキッと、はい、間に合いませんでしたね。ガードが間に合わず、さあこれでお互い、あ、お互い一本取ってるあ、取ってる取ってる、おっと、あ、すげえ入った、でかいタンパが入った4とかかな多分、ちょっと音が聞こえてないんで分かりませんが、やっぱり相打ちですねタンパンチは。このゲームかなりダメージ勝ちっていうのがすごいあるんで。そうですね、はい、
特にダルシム、特にダルシム防御力が低いのかな。防御、そうですね、体力全然ないっすよ。これはどうだ。あー通した。下段を通したぞ。ちょっとね、デンさんが短波溜めてるの見えちゃったんですけどね。ちょっとね、マイクなんて言わないように頑張りました。マイクですよ。マイクの人なんて言わないようにすげえ頑張る。言わないようにっていうか、試合中には言わないように頑張りました。試合中にね。すげえ言いたくなっちゃって申し訳ない。さあ続いて、デンさんバイソン勝利で入っていくのはセオベガ。はい。またベガバイソンですね、これ。ベガバイソンよく見ますね、やっぱり。四季の細道。多いですね、ベガバイソンの方。あとはガンガン減るぞ。なんだ今の、裏か表か分からなかったが、お互い交錯している。空中戦が激しいですね。空中戦が激しい。おっと投げられた。起き上がりに重ねれなかった。さあ、おっと落とせなかったぞ。さあ最高で固めて裏行って、だんだんすごい、おっとよくわからない、デビリバスが当たった、寄っている。この画面端の攻防激しいですね。デンさん、チャチャさん、チャチャさん、誰だ。え、ちょっといろんな方ね、見てくれてます、ね、あ、いろんな方が見てます。シゲノンさん、ご存知。いや、全くわからないです。ツイッターかなんかで見た記憶はあるんですけど。ほう、あ、マウスか。僕ちょっとプレイヤーの方ね、面識なくて。続いてハクさんですね。セオベガ勝利でハクさん。いろんな方ね、見てくれてます。ありがとうございます。コメントいっぱいいただいております。日本語も英語もその他いろいろありがとうございます。のために持ってきてるんですけど、この相打ち道という新ジャンル。いや、ね、相打ちですよ、もう卒はね。いやいやいや、え、上から流れを見ていくと、はい、中ゴス、あの着地中ゴスの話なんですよね、これ。サード勢ですが勉強させていただいております。あ、重野さん、 ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いや、ぜひ、ね、可能であれば、あの、疎通やってみてください。はい、もう都内だったらいくらでもやるとこあるんで。そうですね。はい、おっと、2ヒット、蹴っていく。ハクさんの最近そのフォークすごい頑張ってるんですよ。そうですね、はい、S フォークですよね、ハクさん。 S フォークですね。そしてこのヘリ、やっぱハクさん、あのーなんだろう、そのぶっきらぼうに、まあ、僕みたいにぶっきらぼうにプレーしないんで、すごい丁寧な攻略をしていってるんで。やってしまった、安尾が発生した。安尾発生しましたね、今。あっと、これはきついぞ。いや、しかし、頑張ってほしいところ。うまく噛み合えば全然あります。ジャックパン連打、あー、しかし引っかかってしまった。これは確実に狙われていた。このベガの突進技、サイコクラッシャー、セオベガ勝利。続いてセロテープさんですね。セロテープさん、あれ、これ最後のプレイヤーは、セオさんが最後のプレイヤーですね。なるほど、なるほど。当たり前のようにいつも熱い戦いが見れてるのがすごいと。確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。集まってきていただいている皆さんのおかげですよ。本当です。もう特にこの疎通なんでゲームはもう熱いっすからね、本当に。あ、こっち、あー、あ、あ、こっちの MK スーパーキャンセルさんも、はい、サードストライク、サードで I want to witch、watch だ。おっと、1ラウンド目落としてしまった。いい勝負だった。これは尋常な勝負ですよ、1ラウンド目に。2ラウンド目消化試合なんですか。それはまずいですよね。いやいや、いい勝負だと思いますよ。2ラウンド目消化試合だったらダメじゃないですか。大丈夫、セロテープさんは、はい、やるときはありますから。来ましたよ、そのやるときが。あるのか。あー、
おっさあ膝膝で上り膝殺しましたね。いつ止めたんでしょうね。最高最高がダブラリで溜めたのかな。あーなるほどなるほど。でナイトメアで逃げた感じ。セロザキング、そうそう、キングキングザセロですからね。オフコースオフコースI think so。 さあボディーブレス、ダブルニーはガード、ナイスガードしているが、あっと壊されてしまった。中断この前熱いぞ。おーうまい、まだある。しかしゲージまで、なぜ大足を出したんだ今大足。さあ、背負ベガ勝利。山本さん続きまし、さあ続きまして、ほぼ山本さんのチュンリーですね。いやいや勝てますよ、多分きっと、きっと信じれば。チュンリーはもうスポーツカーですよね、本当に。あ、これあれじゃないですか、千年遊べるという噂の。あ、そうですね、これは噂の千年遊べるカードですね。千年カード、千年カードです。ただしベガ側が嫌じゃなければみたいなそうそうそうベガ使いが千年切れっぱなしのカード。なるほど、千年間も切れっぱなしと、はい、おっと今のは分からない。そう、食べ物の恨みの次に怖いのがチュンリーベガの恨み。チュンリーベガル、あーこれはなか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 なカードですね、これね、はい、竜、何でしたっけ、竜ガイルが100年遊べるカードなんですよね。その10倍その10倍おっとお手玉お手玉が続いて最後で固めた。激しいぞ瀬尾さん、なんか相手を画面足に追い込んだ時のこの固めが半端ないですね。そうですね、やはり相手がチュンリーなので知り尽くしてる感じ。うおー差し返してきた。今の後出しじゃんけんはかなりお手の物といった感じで、さあこのラッシュこれがきつい、これがきついんだな。まっすぐ投げにいってるのに、はい、投げに対して暴れたところに中盤が普通に刺さるという、重ねられますね、はい、さあたまに下段なんかまずでした。さあ転んでいる。さあ画面端だぞ、冷静に距離を取っていきましたが、投げて投げて、おっと百日。さあどうなる、距離を取って、あの辺で投げに行かないあたりがやっぱ瀬尾さんの丁寧なところですね。そうですね、かなり冷静に相手を見ています。さあどんどん前に出ますが、山本選手体力が…なぜか山本選手あーっとスパコン食らってしまった。勝ったのは瀬尾さんのベガです。素晴らしいベガですね、やっぱり。いや素晴らしいベガですね。千年遊べそうないですよ自分は。はい、100年ですよ、1000年じゃないですよ、ちょっと待ってください人間の寿命を考えましょうよ1000年遊べるんですよ。遊べるんですか、次の世代まで。あーなるほどなるほど、そうしっかり代替わりがね、代替わりが、はい、ここで瀬尾ベガが勝利しているので、はい、エクスパーさん、エクスパーさんの竜、はい、あシゲロンさん、兵の3回垂れ流しもよく見てるよと。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますってはい、よくいますか、ヘイに。山本さんは山本ヘイ、あのいないように見せかけて実は、はい、半年に1回ぐらいいますよ。半年に1回って山倉さん全然いないじゃないですか。いやいや、バーサスもだって、あっシンク、イエス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 、 You are perfect You are perfect man You are perfect さあシンクでどのようにした、吠えましたさすがエクスパー流、エクスパー流だいぶアピールしてきましたからね。アピールしてきましたね。これカメラ欲しいですね。そうですね。GoPro ないですか？GoPro。GoPro、GoPro 欲しいですね。素晴らしい今の。これ、そうですね。やっぱりこの瀬尾さんのベガに一本取ったというですね。そうですね、まあ。確かに喜びはかなり計り知れないものだったと。さあ竜巻でカメラでいきましたね。Yes、Yeah、Yes、Yeah、Nice。いや、ユーイナー、yeah. エンド
エンド、はい、エンド、あ、アンド、エンド、センキュー、ここで、さ、センキュー、さあ、ここで、まあ、瀬尾さんの連勝が止まったので、はい、瀬尾さんの連勝が止まりました。ということで、ので、ここからは、準決。だいぶの、今、連勝数は連勝数、はい、確認してみましょう。まず、KKY バイソンさんが、9連勝。9勝。お、バイソンさんまで名前になっちゃいましたからね。はい、で、続いて、セオガイルさんが7勝。セオベガは4連勝。ってことは、ガイルバイソンですかね。え、ガイルバイソン。え、セオ、あ、そっか。ガイルバイソンか。はい、あ、じゃあもう決勝戦。はい。準決ないですよ。あら。ないですよ。準決はね、はい、できればね、やりたくないんですよ、僕。そうですか。時間が押していくんで。さあ、お互いに、はい、じゃあ、はい、まず KKY さんが、バイソンと、が9勝、1位で、2位が、瀬尾さんのガイル。で、KKY さんが好きな方を選べるということで、1P 選びました。くしくも、バイソンというね、形で、決勝進出ですが。そうですね。で、2P が、瀬尾さんのガイル。はい、さあ、ここから3決です。さあ、さっきまで、3先だ。つい今までベガをやっていたので、はい。ここで切り替えができるかどうかですよね。しかし1ラウンド目あっという間 に88カウントですよね。畳みかけていった。これが一番早いんじゃないでしょうかね。いやー、しかしちょっとね、瀬尾さんちょっとガイルに戻せるかどうかですよね、気持ちを。しかしこのまあバイソンガイルという組み合わせ、はい、案外悪くないんですよ。あ、なるほど、はい、悪くない。お、なんだ今のは。よくわからないことが起きた。今なんか裏剣でなんか疲れましたね、今ね、交錯しましたね。はい、しかしこのラッシュ止まらない。ゴチゴチ止められない。そしてクレイジーか。いや、ヘッドだった。やめられない、止まらないですね。そしてまず 1試合目取っていったのは KKY さん。はい、これで 1-0、 3先です。3本選手なんでお願いします。お願いします。 KKY's 入式バイソンノー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 。 KKY さん、 KKY さんちょっとね、今日ね遠征なんで、はい、あれっす、なんて言ったらいいんだ、なんて言ったらいいんでしょうか、英語で。バケーション、バケーション、バケーションバケーション。 KKY today today KKY is sight scene sight scene みたいなみたいな。あ、仕事、あ、ノー、ソーリー、ビジネス、バッドビジネス、バッドビジネス、あー、センキュー、ノットビジネス、ノットビジネス、ノット、ノットサイトシーン、仕事じゃないよ、ビジネス、ソーリー、ソーリー、あ、さあ、仕事と言い張る KKY さん、言い張る、言い張る、言い張ってない、あ、すいません、言い張ってない、失礼しました。本当ですよ、この3人の層に比べるとかなりね、仕事っぽい。そうですよね。そうです。いや、頑張っていただきたいです。一本セオガイルが取り返したが、はい、もう、ん、短波で削っていく。さあ、2本目もケガイバイソン。これで KKY バイソンがマッチポイント、マッチポイント。これはこっからね、あのセオさんのガイルがどんどんね、目が盛り返していってくれればと思うんですが、いい感じにこのバイソンのラッシュにね、噛み合っちゃうもんなのでね、あっという間に試合終わっちゃうんですね。いけるって言ったじゃないですか、さっき。いやいや、いけてないじゃん、それだと。まあ画面端にいった。おっと、安い、安を発生、安を発生。お、サマーで切り返した。なるほど。さあ、うまい。アントビをしっかり重ねていきの、あ、なるほど。おっと、今折りに発射、飛んでいく。さあ、先リーチをかけたのはストレートで KKY バイソン。どんどん芋を掘っていきましたね。なるほど、芋折り2回から飛び、あのバイソンの前飛びのやつってすごいめり込むんですよ、あれ。すぐガードしちゃうんで。なるほど、なるほど、はい、かなり返すのが難しい。これあれじゃないですかね、多分。はい、いい試合とはいえ、ガイルがダメージ取るのがだいぶ時間がかかる感じの、ソニックブームをめっちゃ出せるような状況になるとバイソンすごいきついんですけど、投げてゴチゴチ投げていく、ストレートで KKY バイソン勝利、はい、おめでとうございます。優勝は KKY バイソンです。おめでとうございます。一言、あ、一言、
何か、じゃあ優勝おめでとうございます。どうもどうもありがとうございます。メインキャラ全然活躍してないんでちょっと微妙なんですけど、まあ勝てたんで嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、なるほどなるほどなるほど。じゃあまた時間のある時にですね、はい、またお越し遊びに来ていただいて、あれ仕事で、仕事で来てます。そうですね、関西の方で何か告知があったらね、まあ近々大きな大会というのはないんですが、普段石中島セガでやってる、はい、アオレプーキっていう、アオレプー、まあ、毎週やってる東西戦形式の、まあ、大会なんですけど、毎週なんですね。はい、それが今度3連休月曜日なんで、はい、ちょっといつもと場所を変えてエンジョイパラダイスさんで、お、エンジョイパラダイス、はい、やりますんで、はい、またお近くの方、お時間ある方は、はい、ちょっと来ていただければと思います。はい、いつもと違って、はいはい、お昼過ぎぐらいからの開催で、終わった後は、はい、懇親会、かっこ懇親会かっこという名の S と優勝記念飲み会みたいな、 S と優勝記念のそんな話になってるっぽいですよ。わかりませんけど、なんで単に酒飲みてっていうだけでも来ていただいても全然構いませんので、はい、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います。はい、なるほどなるほどなるほど。あ、じゃあ今回もね、式の細道優勝おめでとうございました。ありがとうございます。 KKY さんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。あと、あれ、もう一つ告知あります。毎週木曜日夜7時からですね、大山ニュートンで対戦会が行われてるんですが、現在全然人がいません。はあ、はい、3人ぐらいしか来てないんで、まだ。多分、全然その知名度ないんですよ。あんまり知られてないんですよ。せっかく木曜日、なんかみんなイベントないかなって言ってたところにやっと、やってきた、ね、木曜日イベントなんで、鹿島田があったんで、はい、みんなイベント作ってなかったのかどうなのかで、はい、鹿島田のマットマウスなくなっちゃったんで、はい、完全空きだったところですよね。まあ、そうですね。ただ木曜日疎通できる場所がね、やっとできたので、はい、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、さあ、じゃあですね、はい、告知としてはそんなもんですかね。こんなもんですね。スイッチは英語も勉強できると。あー、間違いない。 I study English today. I study today. 完全にね、やっぱり卒しながら英語も勉強できるっていうのはなかなか画期的なね、ものだと思うんですよね。いや、あれですよね、全然そのなんでしょう、学校とかの教育で習う英語よりも実践的な英会話で、はい、かつ、そうですね、その嫌さがない、嫌さが、うん、楽しみながらイングリッシュ、あー、そうですよ、エンドイングリッシュもうな感じで、はい、スト2のね、もうベテランたちの試合を見ながら英語も勉強できると。そうですね、これは恒例にしていきたいですね。ぜひ。そうですね、いっぱいコメント来てるんで、海外で、はいはいはい、はいはい、おっ、なんか週末あるんですか。そうです、あさって深谷、あさって深谷、あっ、そうですよ、あさって深谷の対戦会があるじゃないですか。なるほど、あー、なるほどですね、はい、しかも X だけじゃなくて、なんと懐かしのスト2ターボもあるみたいですよ。同時押しの、はい、同時押しのターボです。なるほど、はい、はい、あ、コスプレイヤーがいないから集客が怪しいのではって。あれ、誰かコスプレしていけばいいんじゃないですか。誰か、あ、セロテープさんがじゃあコスプレしていただければ、チュンリーのザンギエフのコスプレとか、そうですね、あと、キャミーのコスプレとか。あれ、深谷の名前何でしたっけ。店の名前、ロボット、深谷ロボット、深谷ロボット、申し訳ないです。深谷ロボットですね。で、最近どうやらターボがね、熱いっす、流行ってます今ね。 SNS とか見てるとターボが流行ってるみたいで、ツイッター上でもね、今話題沸騰中のゲームが、なんと深谷でもね、はい、まあ、生の筐体でね、で、はい、遊べるといった感じになっております。素晴らしいですね、懐かしのゲームですね。懐かしのゲームです。まあ、X も懐かしいの。まあ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 、そうです、ね。まあまあまあ。ターボ稼働してるとこって、まず、X 稼働してるところあるけど、はい、それ以外のスト2が稼働してるところってあんまりなくて。いや、ないですよ。うん、本当に、初代はよくあるんですけど、ダッシュとかターボは見ないっすもん。初代っていうか、レインボーじゃないですかね。じゃなくて。いや、レインボーじゃないっすよ。レインボーじゃない。レインボーじゃないっすよ。あ、レインボーもあるけど。まあでもね、ターボをね、生の筐体で遊ぶっていうのはなかなかないと思うので、皆さんぜひね、深谷に来ていただいて、まあワンクレでも何でも、まあ普通やってみてください、ね、やっちゃってくださいといった感じでですね、まあ駐車場すごい広いんで、深谷ロボットですね、車でお越しくださっても構いません。あれ、うねさんは行かれるんですか。いや、僕は池袋ランブルの方に行きます。池袋ランブルですね、ランブルもそう、あれいつでしたっけ、あれも
明日ですよ、ね、あの20日、いや明日じゃない、あ明日もあるし明後日もあります。明日も明後日もある、なるほど、はい、だから僕は明後日のね、あの最後のラストランブル、ラストオブザランブル、ラストオブザランブル、ランブルの最後の対戦会の方に僕は行きます、はいはい、池袋のランブルも一応この前ちょっと店員とお話しさせていただいたんですけど、はい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 、別に閉店ではないと、閉店ではない、うん、一時休業です。一時休業、まあ一応名目としてはそうですね、はい、言ってました。でもなんかオーナーが変わるみたいな噂を聞いたんですけど、あーただですね、はい、一時休業だけどそれ以外のことは何も決まってないっていう話だった。あれ一時休業 は、はいはいはい、とりあえず決まったけど、それ以外は何も決まってない。そうそう、あそうなんですか。そう、えそれがそ、ま、それ店員さんの生情報、生情報、あれお話しさせていただいた、これはまたまずいかもしれないですけどぜひ頑張っていただきたいところですね。そうですね、まあ、今後の行く末をね、まあ、皆さん楽しみにしていただいてと、はい、いうことはまあ結構期待はしていいのかな。そうですね、はい、ランブル結構なんかもう閉店で、あどうなっちゃうんだろうなって結構不穏な感じはすごい出てたんですけど、はいはい、まだ一応光はあるんですかね。まあまあ閉店とは言ってないんで。いやそうですよね、光ってはいますよね。そうですよね、うん、なるほどなるほど、スーパーゲージは光ってます。スーパーゲージ光ってます。なるほどなるほどなるほど、まあとりあえず溜まった感じで、そうそう溜まったところですね。あとどうするか次第です、ね、うん、あとはぶっぱするか様子見て、うん、そうそう、ぶっぱするか、それか使わず死んでいくか、使わずに死んでいくかね、はい、そうですね、3択、はい、まだありますか。なんだ3択って。なるほど、もしくは使わず勝つっていうのもありますか、ね、使わず勝つもあります。じゃあ4択ですね、まだまだいろいろありますから。どういうことってじゃあ、はい、ってな感じでですね、はい、第91回、91回ですね、早いですね、もう91回目、はい、もう90ですよ、大台ですよ、はい、100か100まで、はい、で式の細道これで、はい、終了とした、終了ということで、じゃあ優勝は KK さんのバイソンでした。おめでとうございました。じゃあ対戦配信台はごめんなさい、対戦台の試合を流していきますんで、はい、皆さんご視聴お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあうねさん、はい、本日お疲れ様でした。あお疲れ様でした、うねがえるでした、毎回山本とうねがえるでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。
Okay.
Round one,
Round
ー